桜の味のものは好きですかといった内容です。どうでしょう。私は桜味は好きですけれども、人によって分かれるんじゃないですか。好きにしました。嫌いではないから好きにした程度。ピンク色でなかったら気がつかないかもしれないと。確かに桜味って何なんだろうって感じたことありません、皆さんも。桜餅は好きですが、桜の塩漬けは苦手。嫌いと回答。見た目は春らしくていいと思いますが、食べるとなると少し独特な風味があって苦手です。好き。先日食べた喜八のモンブラン桜がめっちゃ美味しかったです。モンブランの桜ですか。食べてみたいです。ずっと前から好きでした。なんか告白みたいじゃないですか。ちょっと面白いですね。好きです。なんかこう、なんだろう、告白の定型文ってずっと前から好きでしたっていうイメージないですか。なんでなんでしょうね。なんかね、面白い。ね、ずっと前から桜が好きだったんですね。